バーニー作戦は太平洋戦争末期の1945年6月にアメリカ海軍の潜水艦部隊が行った日本海での通商破壊作戦である。千島海峡から日本軍の嫌いを回避して潜入し、日本に残された数少ないシーレーンを襲って複数の商船を撃沈することに成功したものの損失も受けた。1945年4月の沖縄への アメリカ軍上陸により日本と東南アジアの占領地を結ぶ南方航路は閉鎖された。日本に残されたシーレーンは航海と日本海を航行する大陸航路と国内航路だけとなっていた。アメリカ軍爆撃機が機雷を投下する飢餓作戦により瀬戸内海すらも封鎖されつつある中国民生活維持に不可欠な食料や地下資源を輸送する日本海航路は 重要度を増していた。一方、日本に対する通商破壊の主役を担ってきたアメリカ海軍の潜水艦部隊は日本の海上交通が逼迫するにつれ獲物の減少で次第に戦果を上げられなくなっていた。そこで太平洋艦隊潜水艦部隊のチャールズ・エイロックウッド司令官は日本の大陸交通を遮断するため天皇の予期とあだなされていた。 日本海での通称破壊作戦を発案した。日本海への潜水艦侵入作戦は1943年8から9月にもプランジャーなどによって行われたことがあったが、その当時は目星い焦線が少なく10月に和風が撃沈されて以後は手つかずの状態が続いていた。侵入口となる海峡周辺には日本海軍により 対戦機雷が付設されていると想定されたが、1944年11月から実戦配備が始まった新型の FM ソナーの性能ならば、機雷を探知して回避することが可能であった。バーニー作戦と命名された侵入計画は、対戦全体の中でも最も慎重に練られ、潜水艦、c ドックの RT ハイドマン艦長を率いる旧隻のウルフパックヘルキャッツが参加することになった。 9隻の米潜水艦は、侵入後さらに3隻ずつの3軍ハイドマンズ、ヘップキャッツ、ピアースズ・ポールキャッツ、リッサーズ・ボブキャッツに分かれて行動するものとされた。日本軍も、日本海への敵潜水艦侵入を警戒してある、程度の対策は講じていた。日本海を守る、大戦嫌い関構築は1943年7月の、宗谷海峡東口への470個付設を、 川切りに進められ、津島海峡には1945年4月16日から6月1日に6000個の付設が完了したばかりだった。宗谷海峡と津軽海峡には6月末から8月に追加付設が計画されていた。故衛相当兵力として、舞鶴陳寿府指揮下に5月新設の第105戦隊、大港警備府にも4月新設の 第104戦隊など解剖艦部隊を置いたほか、各陳府、警備府の苦戦艇や対戦訓練部隊である第51戦隊、対戦哨戒機の第901空、903空などが展開していた。護衛用の燃料不足のため本格的な護送戦団の編成こそ見送られていたが、主要な商船に数隻の商船団を組ませることで、 被害発生時の通報体制が強化されていた。このほか、海軍の防備英書や陸軍の域要塞なども海峡の監視に従事している。なお、アメリカ海軍に該当艦はないが、日本側では1945年4月上旬にも、若狭湾で敵潜水艦の出現や巨雷の功績が報告されており、対戦艦艇が相当に出動したことがあった。 5月27日から29日にかけて、ヘルキャッツロー軍の9隻の米潜水艦は、グアムを出撃した。出撃前の晩には、中軍艦護腑も特別参加した盛大な総行会が開かれた。リッサーズ・ボブキャッツは途中で、不時着登乗員の救助任務を命じられ、他の2軍6隻はまっすぐに、津島海峡を目指した。リッサーズ・ボブキャッツの潜水艦ティノサは、ソーフガン。 北西 33km 付近の海面を漂う B-29 爆撃機乗員10名を救助したが、このまま日本海に侵入するとの計画を聞いた B-29 乗員たちは海上に戻ると言い出した。6月5日から6日にヘルキャッツの各艦は次々と津島海峡を突破した。新鋭の FM ソナーは魚群などを探知した誤作動も多く、 ひっきりなしの嫌い警報に、上院は神経をすり減らしたが、なんとか一石も食らいせず帝国通りに通教できた。潜入に成功したアメリカ潜水艦軍は、ハイドマンズ・ヘップ・キャッツが、本州北西洋上、ピアース・ズポール・キャッツは、日本海南東部、リッサーズ・ボブ・キャッツは、日本海西部とそれぞれの担当海域に参加し、攻撃。潜伏中に無防備な、 日本戦を発見することもあったが、9日、日没まで攻撃は厳禁されていたため見逃した。6月9日の日没後、ヘルキャッツは一斉に攻撃を開始した。ハイドマンズヘップキャッツは、函館港や大港港に向かう航路を狙い、機関のシードックが9日夜に、佐渡北方で、佐川丸と秋広丸を立て続けに、魚雷で撃沈して、バーニー作戦最初の戦果を記録した。 11日までの最初の3日間で、ハイドマンザヘップキャッツは、シードック、クレバル、スペードフィッシュが3隻ずつ、リッサーズボブキャッツは、フライングフィッシュが2隻とティノサ、ボーフィンが1隻ずつ、計13隻の民間商船、または徴用輸送船を撃沈した。ボブキャッツは、蒸気の統計に入らない一軍の沿岸用、小型船も撃破している。 ピアースズ・ポール・キャッツだけは3日間で一隻の商船も沈められなかったが、代わりに、スケートが10日に、野戸半島沖を航行中の日本の潜水艦員122を撃沈している。日本側の対応は、比較的早かった。船団を組んでいたことが功を想し、最初の犠牲者である佐川丸の沈没は、両船の秋広丸が、自身も撃沈される前に、無電で通報できた。 夜が明けた6月10日には、海上護衛総司令部でも、敵潜水艦侵入を把握していた。護送船団としての直江艦配備は引き続き、限定的だったが、大規模な対戦作戦による、間接護衛の強化が図られた。津島海峡方面の第一護衛艦隊は、第31解剖隊を、マイズル・チンジュフに増援として送った。マイズル・チンジュフ護衛部隊は、15日に、 第105戦隊と第31解剖隊の所属艦で3つの相当隊を編成し、潜水艦狩りに従事させた。27日には解剖艦3隻で第4相当隊を追加編成した。大港警備府でも6月12日から夜間航行禁止など航行管制を強化し、駆逐艦流、立花の他による紹介、対戦相当の実施。 海峡への機雷不施の促進などを対策を命じた。クレチンジュフも E122 の撃沈を受けて日本海方面に疎開させていた潜水艦を瀬戸内海に戻すよう関係部署に予防した。米潜水艦スペードフィッシュ。本作戦中にシードックに次いで2番目に多い5隻の日本艦船を撃沈した。アメリカ潜水艦は適宜移動しながら襲撃を続けた。 大胆な行動に及ぶこともあり、6月12日には、スケートが、都議湾に侵入、悪天候を避けて停泊中だった三隻の戦団を、全滅させた。17日には、スペードフィッシュの来撃により、商船海藻の、特設不設艦 A 白丸が撃沈された。A 白丸は、宗谷海峡、津軽海峡方面の対戦機雷関構築任務で、大港に開港する途中であった。 12日から24日までのアメリカ側戦果として、戦後に確定されたものは14隻で、ハイドマンズ・ヘップ・キャッツが、シードックの3隻とスペード・フィッシュの2隻、ピアース・ズ・ポール・キャッツが、ボーン・フィッシュの2隻とスケートの3隻、リッサーズ・ボブ・キャッツが、ボーフィンの1隻とティノサの3隻となっている。また、ティノサの6月20日の戦果として、オーズマル・キチンが記録されているところ、 同船の属するラレーサン船団ではサンヒトシマルも分離してマイズルに向かったまま消息不明となっており、同様にアメリカ潜水艦に撃沈された可能性がある。さらに蒸気の撃沈席数に含まれていない小型船の被害もあり、例えば22日には漁船一隻の沈没が日本側で記録されている。なお、十三日にはスペードフィッシュが誤って、 ソ連戦のトランスバルトを撃沈してしまう事故があった。沖縄と同型のウグルが高い防艦ウク。これに対し、日本側の対戦部隊は6月19日に、ボーンフィッシュの撃沈に成功した。ボーンフィッシュは、富山湾での白昼戦交紹介を意図して、谷井と別れた後、七尾湾で、火客戦羊猿山丸を撃沈したが、急行してきた舞鶴陳次不護衛部隊の第一。 相当体にソナーで捕捉された。付近にいた第75号解剖艦と第158号解剖艦も加わってソナーの反応が耐えるまで爆雷を投下、翌日に大量の重油と木片が海面に確認された。なお、23日にも能登半島沖で次期探知機装備の水蒸気や解剖艦の共同攻撃で敵戦水艦撃沈確実との記録があるが、同時期に アメリカ潜水艦は付近に残っておらず、ボーンフィッシュ、または E122 の残骸をご探知した可能性がある。対戦部隊も逆襲を受けることがあり、14日に駆逐艦の柳が来撃されるも、回避、22日には解剖艦のカサトがクレバルの来撃で大破した。6月24日、夕刻、予定の作戦行動を終えたアメリカ潜水艦は、 利尻シリ島北西の宗谷海峡を西口付近に集結した。唯一、ボーンフィッシュだけは現れなかった。集まった8隻は2列重人を組み、6月25日深夜0時、農務に包まれた宗谷海峡を、浮上突破してオホーツク海へと抜けた。宗谷海峡の日本軍嫌い関は、中立国であるソ連船舶の交通を妨げないよう深深たびに、 不設されていたたため浮上潜水艦には効果がなかった日本側担当の大港警備府は18日以降アメリカ潜水艦の日本海脱出が近いとみて海峡警備を強化していたが大港警備府も陸軍の宗谷要塞も全く通過に気づかなかった大港警備府は6月28日にもまだ脱出を警戒していたが30日には 再侵入を警戒する体制へと移行した。その後、ヘルキャッツの各艦は、ハワイに向けて帰路に着いた。消息不明のボーンフィッシュが属する、ピアースズ・ポール・キャッツの指令潜水艦であるタニーだけは、北海道近海にさらに2日間とどまって、ボーンフィッシュが脱出してくるのを待ったが、とうとう、ボーンフィッシュは現れなかった。ヘルキャッツは、アメリカ独立記念日である7月4日、 外線の印として、潜望鏡に砲機を結びつけて、真珠湾に入港した。アメリカ海軍は、ボーンフィッシュが、ソ連領に寄港しているのではないかと期待していたが、確認できず、7月30日に喪失と判定した。本作戦で、アメリカ潜水艦が撃沈した、小船、徴用船は明確なものだけで27隻の多数に、上り、戦闘級、 2000トン級の小型貨物船が多くを占めたものの合計トン数は54000総トン近くに達した。さらに漁船などの小船多数や潜水艦位122も撃沈しており、戦死総所は22日までの被害船を38隻以上としている。本作船の成功により、1945年6月のアメリカ潜水艦による戦火は、 前月比2.5倍以上の小船43隻撃沈に跳ね上がった。味を占めたアメリカ海軍は終戦までに6隻の潜水艦を日本海に送り込んでいる。本作戦に衝撃を受けた日本軍は、飢餓作戦による機雷封鎖の拡大もあり、日本海のシーレーンの途絶も時間の問題と考えるようになった。日本海での輸送作戦に関する、 陸海軍中央協定が締結され、6月28日、大本営海軍部は、日本海が、航行可能なうちに、大陸方面からの物資をできる限り輸送する、非行作戦を発令した。敵潜水艦の再侵入を防ぐための、対戦機雷積構築も残存布設艦艇を集めて、継続され、宗谷海峡には6月末に2戦、津軽海峡には8月3日に1戦を布設して、 さらに2戦の追加を予定した状態で終戦の日を迎えた。なお、日本側は、バーニー作戦での侵入経路について、濃密なキライゼキが完成したばかりの津島海峡が突破されたとは思わず、キライゼキが未完成の宗谷海峡から侵入されたものと判断していた。一家に示すのは、対戦部隊のうち主要なもの。この他にも小型艦艇や特設艦艇。 疎開中の官邸等多数がある。AB 終戦時の嫌い不説状況図は、右参照、海上幕僚幹部防衛部、航路警戒士海上幕僚幹部防衛部、1961年、16ページ、県城丸、檜山丸、隋を決まるからなる、不散発、不識議域戦団。たまたま同時に、停泊の環境丸は名を逃れた。ありがとうございます。